小村トールは神奈川県平塚市出身の元プロ野球選手。2012年に NPB の横浜 DNA ベイスターズへ入団したが、2014年の戦力外通告を経て、2015年に打撃投手へ転身した。2016年に四国アイランドリーグプラスの愛媛、マンダリンパイレーツで現役に復帰すると、2017年まで愛媛でプレー。 ベースボールチャレンジリーグの富山 GRN サンダーバーズを経て2019年から2020年まで現役の投手として DNA に再び所属していた。小学校2年時に軟式野球を始めると平塚市立中原中学校で軟式野球部に所属。エースとして活躍した。高校進学時には競合の東院学園高校からも誘われたが、 まだ野球だけに打ち込むかどうか決めかね、茅ヶ崎西浜高校に進学した。当初は野球部にも仮入部だったが、選ばれて練習試合に登板した際に、野球の楽しさを改めて実感し、正式に入部した。2年次にはエースとなり、春季県大会では選抜帰りの東海大相模高校を相手に5回まで1安打無失点と高騰した。 最終的に同校はこの年、春、夏、秋と県大会ベスト16まで進み、その大きな原動力となった。3年夏には県大会4回戦で、東院学園高校に2から3で敗退したが、3回戦の三浦学園高校戦では2から3と1点を追う9回裏に満塁、類、大会史上初の逆転サヨナラ満塁ホームランを放った。 2011年10月27日の NPB ドラフト会議で地元の横浜ベイスターズから8巡目で指名。契約金1500万円、年俸450万円という条件で入団した。入団当初の背番号は64。会議直後の同年11月4日に、球団の経験が TBS ホールディングスから DNA に譲渡されたため、 横浜 DNA ベイス,スターズとしての一期生にも当たる。2012年には高校3年時の夏から左肩を痛めていた影響で1.2軍とも公式戦への登板機会がなかった。シーズン終了後の11月1日には育成契約へ移行することを前提に NPB から自由契約選手として講じ。実際には支配下登録選手が同じ球団で 育成選手契約を結ぶためには契約の締結前に一旦自由契約選手として工事しなければならないという NPB の規約を球団の幹部が出現していたため契約公開の席で小村に翌2013年の統一契約書へ署名させた後に工事の手続きを進めてしまったこのような球団の不手際によって工事後は 他球団と契約することが可能な状況にあったが、11月9日に DNA 球団との間で、育成選手契約を正式に締結。背番号も113へ変更した。2013年には、フューチャーズの一員として、イースタンリーグチャレンジマッチで実戦にデビュー。イースタンリーグにも、DNA の投手として1試合に登板したが、1イニングを三者本体に、抑えただけでシーズンを終えた。 育成選手に関する NPB の規約に沿って10月31日に NPB から自由契約選手として再び講じ育成選手としての再契約へ至った2014年にはイースタンリーグ公式戦でも当番機会がなく10月3日に球団から戦力外通告を受けた10月31日に NPB から 自由契約選手として公示された後に現役を引退。打撃投手時代、DNA の球団幹部から人柄や野球へ取り組む姿勢を高く評価されていたため、2015年シーズンには打撃投手としてチームに残留した。本人が後に10回したところによれば、当時チームに在籍していた渡辺祐樹の自主トレーニング中にキャッチボールの相手を務めたところ、 現役時代から悩まされてきた左肩の痛みが癒えていたことに気づいたという。この出来事を境に現役への復帰を模索。シーズン中は打撃投手に専念したが、球団からマネージャーへの転身を示唆されたことを機に2015年限りで退団した。2016年1月25日に四国アイランドリーグプラスの愛媛マンダリンパイレーツが小村の獲得を発表。 独立リーグながら2年ぶりに現役へ復帰した。背番号は14でリーグ戦では26試合の当番で1勝1敗、1セーブをマーク。リーグの最終規定等級会に達しなかったものの防御率を0.80にとどめた。チームが群馬ダイヤモンドペガサスと対戦したグランドチャンピオンシップでは第1戦と第5戦に当番。第1戦では 勝利投手になった。その一方で、シーズン終了後の11月12日には、NPB 球団への復帰を目標22球団、合同トライアウトへ参加。シートバッティング形式の対戦で、3人の打者を相手に、2奪三振1を支給という結果を残した。しかし、NPB 球団から獲得のオファーを受けるまでには、至らず、愛媛へ残留した。2017年には、 リーグ戦14試合に登板。シーズン途中に投球フォームをオーバースローからサイドスローへ変更したが、0勝4敗、防御率7.43と振るわず、自身の意向でシーズン終了後に退団した。2017年12月4日にベースボールチャレンジリーグの富山 GRN サンダーバーズへ入団することが発表された。背番号は24。2018年には、 リーグ戦33試合に登板。シーズン途中からセットアッパーへ転向するとともに1勝1敗1、セーブ、防御率2.60を記録した。シーズン終了後には BC リーグ選抜チームの一員としてオリックスバファローズとの交流戦にクローザーとして登板。この年の NPB ドラフト会議での指名候補以外の選手から唯一の抜擢であったが、 DNA での動機だった高木俊人から空振りで三振を奪って試合を締めくくった。2018年9月29日に富山でのチームメイトで自身と同じ NPB 出身の左投手、犬井信大と共に古巣 DNA の入団テストを受験。その結果、同年11月20日に支配下登録選手として DNA へ復帰することが発表された。 現役投手としての復帰は5シーズンぶり、支配下登録選手としての契約は7、シーズンぶりである。推定年俸は600万円で、背番号は67。入団に際しては、左肘にネズミを2個抱えていることが、メディカルチェックで判明したものの、投球には支障がないとの診断を受けている。2019年には1月30日付で、 DNA の支配下登録選手として NPB から講じ。前述した第一期では経験できなかった春季キャンプでの一軍スタートも果たした。オープン戦の途中から二軍へ回ったものの3月16日には東京ヤクルトスワローズとのイースタンリーグ開幕戦で NPB 公式戦への登板を6年ぶりに経験。支配下登録選手としては初めての登板だった。 3月22日の対千葉ロッテマリーンズ戦にオープナーとして2イニングを投げた後に左肘が腫れ上がったため以降は試合への登板を回避するとともに保存療法で経過を観察4月中旬に左肘の腫れが再発したことから改めて診察を受けたところ前述したネズミが新たに5個見つかった5月13日には左肘のクリーニング手術を受けるとともに 当初の予定になかったドリリングを急遽施されている。8月下旬にイースタンリーグの公式戦で実戦に復帰したものの、同月末に立正大学との練習試合へ登板した際に上腕二頭筋に神経障害を発症。前述した手術の影響で背負い投げのような投球フォームに変わっていたことに起因していたため、シーズン終盤にはフォームの改造に取り組んだ。 一軍公式戦へのデビューには至らず、イースタンリーグ公式戦への登板も3試合にとどまったが、シーズン終了後の10月20日に推定年俸570万円という条件で契約を公開した。2020年には、春季キャンプのスタートを二軍で迎えることが内定していたが、インフルエンザへ感染していることが1月30日に判明した。このため、 スタート時点では2軍キャンプ地のカデナ町へ入らず、自宅での静養を余儀なくされた。2月5日から春季キャンプに合流したものの、前年に続いて1軍公式戦への登板機会は、なく、イースタンリーグ公式戦への登板も4試合に、とどまった。結局、復帰後も1軍の試合で、マウンドに立てないまま、11月3日に、再び戦力外通告。 12月2日付で NPB から自由契約選手として公示された。本人は NPB 他球団での現役続行を視野に12月7日の12球団合同トライアウトに参加。シートバッティング形式で3人の打者と対戦したところ最速で時速 141km の球速を記録する一方で2本の安打を許した。結局、 た球団から獲得のオファーを受けるまでには至らず、同月19日に現役引退を改めて表明。DNA の球団職員として2021年から野球振興部に配属。野球の普及活動や小中学生の指導に携わる。その一方で2021年2月に芸能事務所コデスエンターテイメントと契約を結び、球団職員と並行して、 芸能活動も行うことになった。ストレートに加えて、スライダー、カーブ、チェンジアップを投げていた。スライダーのキレの良さが持ち味。投球フォームについては、学生時代から、愛媛時代の2017年4月まで、オーバースローで投げていた。しかし、2017年シーズンの序盤に乱調が続いた、ため、監督の川原淳一の勧めで、再度スローに転向。 富山へ移籍した2018年シーズン当初もサイドスローを続けていたが、後述する急速の上昇を背景にシーズン途中からオーバースローに戻している。ストレートの急速については高校時代に時速 140km を計測。DNA での第一期には左肩を痛めていた影響で最速でも時速 138km にとどまっていた。しかし、 独立リーグでの現役復帰後にサイドスローへの転向を経て急速が向上。富山時代の2018年8月以降は b c リーグの公式戦で時速1 5 0トルを何度も記録するようになった。このように独立リーグで速球派のサワン投手に変貌したことを古巣の DNA 球団でも高く評価。小村の対談後に 左腕の救援要因が不足していたチーム事情も背景に NPB では異例にあたる同一球団への5シーズンぶりの復帰にこぎつけた DNA に支配下登録選手として復帰してからは好きな言葉に9割の可能と1割の功を挙げている復帰2年目の2020年末に現役引退を発表した際にはこの言葉を踏まえて僕が歩んだ 野球道は一直線ではなく、難しい道のりでした。決して胸を張れる野球道ではなかったですが、周りに左右されず、自分を信じ続けたことが、今日まで野球をやり抜けた要因だと思います。辛いと思っていた怪我も、周り道も、人に笑われたことも、振り返ってみれば、すべてが僕の財産で、僕自身を守ってくれる盾なんだと思っています。これからも、 辛い思いをしながら小さな幸せをたくさん積み上げていつかその盾で立派な要塞を築き上げられるように精進していきますというコメントを残したその後の取材では他人と同じはつまらないし先駆者でありたいゆくゆくは野球だけではないという道を作って激レアさんを連れてきたへ出られるようになりたいと述べている数値は四国アイランドリーグプラス ルートイン BC リーグ公式ウェブサイトによる、ありがとうございます。